墜落現場。はいはいはい。スターデストロイヤーだ。ああ。中に何か情報があるかもしれない。そこを目指すよ。オッケー。お、ファイターもあるな。だからマッスルモンスターが、マッスルモンスターがいっぱいいるんだよな。これどうしよう。降りても大丈夫か？よいしょ。OK？ よし。お、なんかあるね。エコーか。お、クローントルーパーのヘルメット。住人たちはクローンのために慰霊碑を建てたが、真実を知らなかったんだ。この青いのはね、もう可愛いんだよな。よいしょ。どうもー。よっ。ごめんね。よっ。よっ。よっ。よいしょ。あよっ。Time to die。Oh yeah。うっ。よし。ほっ。今。オッケー。うん。きついか。よっしゃ、これ。今。カモン。うわっ。うわっ。うわっ。へっ。よし。スティム。うわっ。うわっ。それまずい。カモン。うん、よっ、おら、ラビットジョタスを倒した。めちゃくちゃ顔振ってる。なに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 、ちょっとこれ凶悪の方は何もないのか。あーでもここになんかあるね。おお、クロントルーパー、あれ触りたいけども開かないか。よし、オッケー。的確に、おお、マジか。カモン。やかましいわ。お前がな。うん、待って。考え直せ。考え直せ。うう。やりやがったな。スティム。よいしょ。カモン。オッケー。何がじゃ。ふっ。よっ、行こうか。はい、よし、スキルポイント獲得、ありがとう。回ってるね。よし、オッケー。あれ、こっちじゃねえか。もう一枚右かな、多分。こうかな。よし、ありがとう、BD。あれ、いけないか。ん？これどうすんだ？おお！あ？そういうこと？あれ、もしかして正解これ？あー、すっげえ！なるほどね。なんとなく切ったら正解だった。OK。カモンビリマン。よし。やっと分かったわ。あー、で、ここに来るんか。いや、クロントルーパー。フォースサイダージャップ。センキュー。大丈夫よ、コマンダー。マーセフはどこ？マーセフ。部隊で残骸を捜索中だ。見つければ。通信が届いているようだ。部隊からだろう。待て、これは最高機長からだぞ。おいおいおい、オーダー66の前か。うお、マジか。へい、よし、トーン。おいて、めっちゃ強いやん。お、スキャリング偵察ドロイド。ああ、あ、一部のドロイドは偵察ドロイドを発掘して操れる。ほう、
ということは BD1 が使えるんかな、これ。こっちで合ってるかな。お、エコーか。ライフエッセンス、ありがとう。え、コマンダーがライトセーバーで。何、誰にやられたんだ。ここに電流を流せるか。おぼちゃし。 Thank you。 こっちに進むと思うんだが、後ろ何もねえか。 OK、 行こう。よっ、さあ中に入ろう。わお、発掘現場、ガーディアンが起動する。これがガーディアンか。倒した後か。おお、マジか。おお、これまずい。さっきの子が、うん、まずいな。来るか。よし、ふうふう、さあこいさあこいさあこい。あれ、敵と接触します、備えてください。はっはっはっは、その程度か。ダマー、ドゥンドゥンドゥン。おお、ちょ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 、やばいやばい、マジか。来れるか来れるか。うお、おら、よし、おい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 、平気じゃねえか。どうしたんだ。え、絶対罠、絶対罠。やる気あるんかお前。いで、これまずい。ビリカモン、 Thank you very much。 うん、よいしょ、あいよ、やる気あるんかい。オッケー、かわせよ、今、よし、よし、進もう。オープンドア。さあこの先が目標地点。カルケスティ出たな。やはり来たか。ああ、そうだ、名は知ってる。過去、何、そして何よりコルドバのこともだ。何、やつはどこにホロクロを隠した。いいだろう。ははあ、貴様この俺だ、来い。およっ、おっ、やるな。てかこいつなんで一方なんだ。お前もデュアルブレードじゃないのか。よし、なるほど、手を抜いているのか。ならば俺も一本でいこう。いい土俵だ。こっちよ。セミナーがまずい。うん、サボ、オッケー、やるな。なに、なんだその動きは。エモートしやがって。ハハハハ、なんだあの動きは。来い、おっと、こっちよ、回してんな。オッケー、そこ、うん、オッケー、よっ、いける。うん、待て、竜巻はまずい。へっ、うお、マジか。うお、反則や。つえ、ナイスだ。ふう、学んだか。深夜のマイル弟子ほどの才能はないが悪くない。何、覚えてるのか。何も聞いていないのか。何もんだこいつ。深夜は秘密を漏らすのが得意だったが、
シアの何を知ってるんだ。エピソード1だな。弱い女だ。帝国の尋問に耐えられなかった。守るべきパダワンの居場所を吐いたのだ。あの女が言わなければ。私は見つからなかった。私を裏切った。何？どうとじゃないか。その通りだ。俺は惑わされない。それはどうかな。自分とパダワンの命が天秤にかけられた時、あの女は自分を選んだ。お前も裏切られる。これは自分を守れる。それはあまりに甘い考えだ。甘い考えだ。新しいマスターは闇を抱えている。この私に手を下した仕打ちを見た時、どんな顔をしたか。あの女は本性をあらわにした。ダークサイドに手を伸ばしたのだ。シアはフォースとの絆を絶った。じき闇を抑えきれなくなり、お前を裏切る。ホロクロンを見つけた時、そんなのがそばにいたら。ジャロタパルは何という。マスターの名前を出すな。果たしてかつてのパダワンの慣れの果てをどう思うかな。裏切り者とコソコソと動き回り、大勢の無垢な雛鳥たちをあの女に差し出すんだ。やめろ。絶対に渡さないぞ。私も一度はそう誓った。なんてこった。やつの正体はシアの元弟子か。いやー、ちょっとこれね、結構闇の深い人間ドラマが展開されそうだ。よし、一体どうしよう。よく通れるな。新しいマップが追加されて、目の前のあの大きい建物に入ろうと思うんだが、どっちかな、こっちかな。よっ。うん、降りて掴んで、けどよし。なぜ黙ってた。セカンドシスターのね。おっ、トリラ。一体お前があの女に繋ごうとした瞬間に通信を乗っ取った。なんてやつだ。昔からあの女は通信のハッキングが趣味だった。私も教わった。私はシアの持つ技なら全て完璧に身につけている。なるほどね。セカンドシスターの正体がシアの弟子というのはなかなかの信憑性がありそうだ。スカウトバイノキュラー、いいっすね。はぁ、はぁ、言うて。よし。あー、壊せんな。暗殺の兵がこの墓の奥で面白い遺物を発見した。その秘密を私が今調べているところだ。何？コルドバはよほどデモに入れ込んでいたようだ。練習の棺にホロクロンを隠すほどだ。待ってろ、すぐに止めてやる。はは、俺がやる。どうも皆さん、俺たちの敵じゃないな。やかましい。トーン。来い。ホルドレバーがやられたぞ。オッケー、こちら。オッケー。さあ、コマンドは一番最後に取っておこう。まずお前だ。ここまでか。もう助からない。やるね。よいしょ。あらららら、またあったな。今を投げろ。頑張れ頑張れ頑張れ。おお。ちょっと待って、うわ。マジで。ネズミ強いて、ネズミ強いて。頑張れ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 。さがっ、おらっ。よっしゃ。ナイスだネズミ。この本は忘れねえ。よし、またか。お前は違う、お前は違うぞ、お前は違う、お前は違う。うわ、ちょっと。危ないから、危ないから。お兄さんたち、そこで待ってなさい。本当にほら、どいてどいて。危ない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 。うっ、怖い怖い、ネズミ怖い。よーし、危ねえ。もう出てこねえよな。どっから来たんだ。よし、そろそろ瞑想ポイント欲しいな。
どっから来てんだよだからどっから来てんの本当に。はいお兄ちゃん、見つけたぞ。俺とさ戦うのはいいんだが、その前にネズミの皆さん、こっちよ、ま、ネズミのみんな、オッケーオッケー、カモンカモンカモン、ネズミ軍団行けネズミ軍団チームディズニー頑張れ頑張れ、やってるかやってるかやってるかやってるな、いいよいいよいいよ、おお、ありがとうありがとうジェダイじゃねえんだよオッケー、ネズミ召喚、頑張れ終わりにしてやれ、おお、やってるな、力不足だこれはこれは面白いな、だがしかしよし、危ねえ、ふぅ、まだいんな、ほっ、カモン、ケイ、ほっ、早くやつに作戦通り出た、霊廟か、なんだ開いた、おお、これは見つけたぞ、いいの、ゼフォの聖なる遺物を描いたまだ壊されていない壁画だ、壁画、友よ見てくれ、ボガーノの宝物庫に立つミクトレルだ、その手に何かの物体を持っている、この様子からして物体はフォースの使い手に宝物庫の秘密を明かすものに違いない、うん、これが鍵にして導きてゼホアストリウムだ、だが誰が何のために壁画を壊している、さらに調査は必要だが、しかし次の目標は明らかだ、アストリウムを探す、まだあるのなら、アストリウム、アストリウム、俺もだ、鍵か、それならわかる、次の目標が決まった、うん、よし、このゴンドラじゃなくて、あ、こっちか、これ降りて向こうに行って、ここ上がって、よっこいしょ、誰だ誰だ、おお、逃がさないぞ、誰誰ですかお兄さん、おお、眩しい、おお、やるな、よっ、ナナとは避けられない、来い、さあ押してやる、さあ、おお、やるね、カモン、全部弾き返そう、こっちだ、ほらよ、眩しいが見えてるぞ、これ全部弾き返して勝てるな、なんすか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 、かっこいいっすねうおお、マジか、なんだこれなんだこれ、なん、いてはえ、再び目覚めた、はい、え、怖い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 、何それ、怖い怖い怖い、何、え、どうなっちまったんだ、何？どこだ？ビディ、どこにいるんだ？まずいんじゃない？ビディワン、
相棒、どこにいる？やばいて、ライトセーバーないやん。ここを出る道を探さないと。なんか始まったわ。どうしよう。パワーケーブルか。パワーケーブル。これをどうする？どっかに繋ごう。待て。こっちもなんかあるな。こっち側か。これか？違うな。そこ。違う。ん？すごい立ってる。これどうする？こっちか。あーあった。よし。これを、こうか。よし。開いた。ちょろいな。だから忘れちゃいけねえ。よどんだ空気。今の俺にライトセーバーがない。ああ、ダメだ。ライトセーバーも取られたみたいだ。取り返さないと。ライトセーバーなしじゃ、ただのマジシャンだ。よっ。こっちは？おお、気持ち悪い。なんもねえし。なんもないってないよね。向こうか。なんかすごいダンスしてる。昆虫がダンスしてるよ。カニさん、こんにちは。よっ。なんか自然と喋り方がなんかローン・ウィーズリーみたいになってる。ローン・ウィーズリーだな。よし。あ、トロカン、こっちか。はい。ふん。よし、行こう。ここどこだ、マジで。ここを出る道がないか探そう。てか、あいつ誰だったんだ。何の施設だ。檻か。誰かが捕まってて逃げたのか、それとも、おお、降ってきた。なんかなんすか、なんすか。え、おーえ、雲が降ってきた。なんなのよ、なんなのよ。こっちはいけんな。おーえ、おーえ、おお、デブ降ってきた。デブ降ってきた。マッスルモンスター。お、ビディマン。ビディ、ビディマン、お前か。よかった、無事なのか。どこだ、どこだ。出してやる。よっ、ほっ。よし、オッケー。あれ、何もない。お猿さんが死んでる。あれ、ヤビン4にいたお猿さんじゃない、あれ。ヤビン4にいたやつだな。あ、上に行くんか。よし。オッケー。カモン。よし。オッケー。おう。ハローゼ。はーい、いたか。ビディ。あ、無事でよかった。よし、高速ボルトを発送。レッチャメ。ふん。ライトセーバーは？おお。前にさっさと抜け出そう。こいつはひで。お、ゴミ箱ドロイド。あ、医療ドロイドもあるな。いいね。さあ、地下牢から脱出しよう。どうやって抜け出そうか。お、ハッキング頼む。よし、行こう。こっちかな。おお。なんなのよ、ほんと。ビンゴ？オッケー。さあ、ここは一体何なんだ、本当に。どうやら誰かいるみたいだ。誰がいるんだ。こっちか。え？待った、聞いたことあるぞ。なんだ、最初に流れてた音楽じゃないか、これ。オープニングで。違う？一旦瞑想して。
なんだ、なにこれ。あらどうも皆さんおっと誰だ。暇かよ。誰だ。誰だ。俺が誰か。俺はソルク・トルボだ。俺がこの組織のボスってわけさ。何？地下方でのグリージーのおかげでこうやって会えたんだぜ。どうでもいい。それより早く出せ。今日は素晴らしい挑戦者がやってきてくれたぞ。次さに時代の恐るべき法の番人。法の番人。ジェダイだ。どうもジェダイです。その実力を。獲物だろうな。こういう展開よくありがちだ。おお、センキュー。これはもう、これはもし、ああ、一番嫌いなやつ来た一番嫌いなやつ来た。だがしかし、今の俺には勝てるぜ。おっ、まずいな。よっ、さあ、ボムショット待ち、こっちだ。オッケー、ふん、へっ、おっ、なんじゃなんじゃなんじゃ、追加のボムショット待ち、よし、オッケー、カモン、来い、この豚ガエルが、うわっ、潜り込んで潜り込んで、オーケー、いけるぞ、変わったぞ、うん、よし、あぶねえ、ふうふ、ちょっと覚えがあるだろ。何を言っている。ハクシオンブレードが覚えてだ。あー貴様か、来い、決着つけよう。奴の動きを見ろ。うん、貴様なんざ、跳ね返してろ。来るか来るか来るか、これで勝てるな。よし、カモンカモンカモン。いや、どうやってるんだ。いいよ、無駄だ。へっ、こっちだ。うん、危ねえ。おっ、なっ、眩しい、来い、撃ってこい、すんごい、すんごい来る、すんごい来る来るんじゃない、よし、オッケー、来い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 、よいしょ、勝てるな。うっ、うん、よし、ふぅ、グランドモフ、ノーホグを倒した。ざまあ見やがれ。よーし。なんだこれ。マジっすか。よく来た。逃げる。じゃな。いいとこに来た。ありがてえ。かっけえな。あ、かっけえな、マンティス。おお、どこなんだこれ。やあグリーズ、よーし、お前は人気者だな。ああ、ひどい匂いの連中だったろう。腐ったドロイドオイルみたいで。まあ無事でよかった。ええ、避けられたはずの問題だったわ。まあな。けど別の問題が、帝国がホロクロンを知ってた。よくないわね。任務のすべてが危険にさらされる。うん。それとセカンドシスターと言葉を交わした。トリラだ。彼女はなんて？彼女は、あなたが彼女を帝国に売ったと。本当か？私たちを邪魔するために言っただけ。本当なのか？私の弟子だった。粛清の前。なんで言ってくれなかった？キャッシー区から暗号化された通信が届いてる。
マリ。カル、ターフルを見つけた。彼もあなたに会いたがってる。そうか。けど問題が、抑えた生成所が帝国軍に襲われたわ。ソーは星の外に撤退。私たちは森でウーキーの戦士に合流した。気をつけて。そっちも。後で。わかった。先に進もう。そうだな。オーケー、よかった。すぐに万事解決だ。おい、坊主。ん？おい、起きろ。ちょっといいか。なんだ。話がしたい。お前とシアの間で何があったかは知らない。まあ、ジェダイのことだってのは分かってる。だが、今は揉めている時じゃない。あんたには関係ないだろう。いや、俺にも関係ある。俺たちは全員でチームのはずだ。なあカル、俺はミスをした。お前を殺しかけた。すまない。だけど誰でも間違いは犯す。お前は違うか。彼女を許してやったらどうだ。何も俺のためにじゃない。お前たちとの出会いは俺の人生最高の宝だ。お前たちと会う前は机の上の札だけが俺の慰めだった。賭場のゲームさ。それくらいわかる。人生はゲームじゃない。二人と会う前は自分のことしか見えてなかった。金が全て。でも今は違う。いいやつじゃねえか。さあ、ということで今回はここまで。次回ターフルとマリに会いに行こう。では皆さん、またよろしくお願いします。アデュース。